はい、皆さんこんにちは。やるやんチャンネル、ヤマトです。今回の動画はバージョン 5.2 で初登場したチャスカの武器別ダメージ比較動画となっております。おすすめの武器によってどのくらいダメージ差が出るのか計算してみましたので、ぜひ参考にしてみてください。チャンネル登録がまだの方は励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは始めていきます。まずはおすすめの武器をご紹介します。1つ目は青州の赤き羽です。攻撃力にダメージバフ、そして不足しがちな会心ダメを大きく稼ぐことのできるチャスカのモチーフ武器ですね。チャスカの火力の要である銃撃と元素爆発のダメージを無駄なく大幅に上げることが可能です。武器効果の発動条件も拡散反応を起こすのみなので、チャスカであれば立ち回りを気にすることなく発動することができます。相性が圧倒的で2番目の武器との差が相当あるので、チャスカで大ダメージを出したいという方はぜひともゲットしたい武器となります。2つ目は始まりの大魔術です。攻撃力に銃撃バフ、そして不足しがちな会心ダメを大きく稼ぐことのできるリネのモチーフ武器ですね。こちらも赤き羽と同様で、チャスカに必要なステータスを無駄なく確保することができます。ただし武器効果の発動条件が赤き羽の方が限定的である分、強化量も大きいので、戦闘面においては大魔術の下位互換の武器であると言わざるを得ません。しかし移動速度アップ効果のおかげで、探索性能に関しては赤き羽を超える優秀な武器といえます。3つ目は弱水です。全武器中最大の会心ダメとダメージバフを稼ぐことのできるイエランのモチーフ武器ですね。HP アップ効果は機能しませんが、会心ダメアップの効果が強力すぎるので、赤き羽大魔術に次いでおすすめの武器となります。ただしダメバフ効果は離れすぎると発動しなくなるので、その点は注意が必要です。その他の星5武器では依頼の名言や電空アモスなどもおすすめとなります。続いては星4武器を見ていきます。一番のおすすめは花飾りの羽です。高い攻撃力アップに加え、銃撃に対してバフをすることのできる今回初登場した武器となります。狙い撃ちをするだけで武器効果を発動することができるので、狙い撃ちがメイン攻撃であるチャスカにとっては立ち回りを気にすることなく相性抜群となります。滑空に消費するスタミナの軽減効果を持っているため、探索が地味に便利になるという点も嬉しいところですね。通常使いで大魔術を持っていないという場合はこちらを持たせるのもありですね。2番目はレンジゲージです。高い攻撃力アップに加え、全元素ダメージをアップすることのできる武器となります。全元素ダメージアップなので、銃撃と元素爆発の両方ともアップできる点が強いところですね。立ち回りにもよりますが、多くの場合で一番火力が出る星4武器となります。ただしチャスカが治療を複数回受ける必要があるので、高頻度に回復できるキャラが必須という点は注意が必要です。これらはガチャ限定の武器であるため、持っていないという方は単造武器である静寂の歌や浜の弓、気候武器の烈尾、スターライト交換の武器である黒岩などもおすすめとなります。では紹介は以上で、本題のダメージ格の方に入っていきます。まずは今回の前提条件です。チャスカのステータスはこのようにしました。レベルは90で無凸、生物は黒曜4セット、メインステは攻撃力パーセント、攻撃力パーセント、会心ダメ。天部レベルは10、10、10です。こちらの条件をもとにダメージ比較したものがこちらです。結果を見ていくと、1位は青州の赤き羽、2位は始まりの大魔術、3位は弱水という結果となりました。赤き羽はさすがはモチーフといったところで、元素爆発、銃撃、どれをとっても2位の大魔術に大きく差をつけております。ただし先ほども言ったように、移動速度アップ効果は探索で非常に優秀なので、通常使いなら大魔術、螺旋や幻想シアターでは赤き羽という使い分けをすると良いですね。3位の弱水は赤き羽や大魔術と比べるとやや見劣りするダメージ量で、約10万ほど差が出てしまっております。しかしそれでも十分すぎるほどの火力ではあるので、
モチーフをゲットするか迷っているという方は、まあ、無理して追う必要はないのかなというふうに思っております。弱水は離れすぎると武器効果のダメバフが発動しなくなりますが、まあ、基本的にはベネットやオロルンの元素爆発内で攻撃力アップ効果を受けながら敵の近くで戦闘することが多いので、ほぼ発動した状態を保つことができます。4位以降は飛来、アモス、天空と続きます。星5武器は以上で、続いては星4武器です。1位はレンジゲージ、2位は花飾りの羽、3位はレツビという順となりました。1位のレンジゲージは天空をも超える火力が出るので、星5武器を持っていない場合で火力を出したいときは持たせましょう。ただし立ち回りやパーティーメンバーに制限がかかるので、その点を気にしたくないという場合は2位の花飾りの羽を持たせるようにします。火力差も1万ほどしかないため、おすすめはこちらが1番ですね。ただ花飾りはチャスカのモチーフ同様で、今回初めて登場した武器なので、持っている方は正直ほとんどいないと思います。持っていたとしても赤き羽か大魔術を所持していると思いますので、花飾りを持たせているっていう人は正直ですね、かなりレアなケースだと思います。3位の列尾はレンジゲージ、花飾りと比べ約1万から2万ほどの火力差になります。まあ、そこまでありませんが、メインステが会心率で生物の黒曜と合わせると持たせるだけで 80% と十分すぎるほど稼げてしまうので、会心ダメの厳選難易度が高くなるという点は注意が必要な武器ですね。4位以降は静寂の歌、浜の弓、黒岩と続きます。ダメージ格は以上となります。自分の武器事情と相談して最適な武器を選んでいきましょう。最後にまとめとなります。単純な火力順に武器を並べた場合は、定州の赤き羽、始まりの大魔術、弱水、星4武器ではレンジゲージ、花飾りの羽、レツビという順となります。武器効果や生物の厳選難度、立ち回り、パーティー諸々を考慮した上で評価して、その際のおすすめ順は星5武器は変わらずで、星4武器では花飾りの羽、レンジゲージ、静寂の歌という順となります。武器を選ぶ際はぜひとも参考にしてみてください。今回の動画は以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。それではさよなら。なかったのです。